土神様は折り紙にされてもう話なんかできないみたい。こうなったらバトルして静まってもらうしかないかも。さあでは土神様戦ですね。頑張ってみましょう。ちゃんとキノピオさんたちはいるんだ。腕とか足を狙うのかな。矢印をつなげろ。あれマリオさん、ボスバトルは今までと戦い方が違うみたいですよね。土神様がドーンとリングのど真ん中にいるから攻撃が届かないかも。真ん中に向かっていくのかな。ところどころにある矢印は指してる方に進むってこと。なんだかあれが怪しそう。ですね。それを持ってきましょうか。なるほどね、そこまでつなげる必要あるのか。これ面白いね。これで向かうと攻撃するんですけど、選んだ攻撃方法によって攻撃する場所も変わるみたい。変わるんだ。今選択できたかな。できたら申し訳ない。 A 押しちゃった。おーおー3連続か。まあでも大体容量はつかめたので、右手2回か。よし。右手だよね。ハンマーでいきましょう。はい。3回来るからね。よし、オッケーオッケー。なんか宝箱とかいろいろ出てきたけど。さあ一発当てましょう。はい。さあどうしましょうかね。
こんな感じ。回復しつつ向かっていくと。これよく見たらちょっとずれてる。いっそこれでいいのでは。これダブルで取っちゃって。なるほどね。なんか増えるんだ。でこれは多分戦闘のヒントかな。おい、攻めていきましょうか。こっち行こうかな。はい、若干早いな、アクションのタイミングが。ハンマーの、これ直で行っちゃおうかな。はい、おー、あぶねえあぶねえ、反射でなんとかガードできた。これもなんか直の方がいいかな。なんか寄り道で何かしら取れるようにしといて。はい、どうだ。様子がなんだか怪しいですわね。手も足も出せない。今のうちに何とかできないかしら。おお、神の手魔法陣。ルートの最後に。この辺と組み合わせてみようかな。さあ行きましょう。おー、投げるんだ。ラッシュタイム、マジ。ちょっと一言いいですか。何でしょう。周りに気をつけて振りすぎ注意でお願いします。振りすぎ注意なんだ。よーし、通せちゃったかな。ありがとうございます。なるほどね、ボスバトル結構特殊ですね。
面白いな。土神様が随分小さくなったみたい。ね、こういうとこ気になっちゃいますもんね。よし、取りましょう。さあ、土神の書。これって土神様の折り方が書いてあります。折り方が書いてあるんだ。ここが山折りで、ああなるほど、ここは谷折りか。ふむふむ。おお、さすが、さすがオリビア。これで使ってみましょうという感じだね。すげー、完コピじゃないですか。たださ、そう、目元っていうのかななんかポケモンのメタモンが変身した時みたいになってるけど、ちょっとオリビア要素は残ってるんだね。これ拍手ものだね。今の私はとっても神様気分。土だってどうにかできちゃいそう。よーし、それじゃあ早速盛り上げますわよ。こうなんだろうねめっちゃクールに拍手だけ決めるマリオさん、面白いんだけど。マジか。なんだろうね、今のワンシーンでさ、俺の中の土神様の印象がめっちゃ変わっちゃったんだけどめっちゃ変わっちゃったんだけど、もっとさ、土神様ってクールなイメージを持っていたんだけど、パリピじゃないですか。これ入れるよね。戻れるのかな。おお、のこのこさん、どこに乗ってるのピンポイントに。ちゃんと踏むと当てるんだ。なるほどなるほど。あれ、カロンさんいる。ありがたや。お、あ、待って待って待って、お店やってる。バトルお助け機能タイマー自動延長マシンが完成しました。キノピオタウンのバトル研究所までお越しください。そういうお知らせもしてくれるんだね、すごいね。おー、キラーブーツとかも買えるんだね。キラハンマー、ありがたいわ。売ってる、買おう。これは何だい。これ売り物じゃないんです。そうですか、失礼しました。
ちょっと気になってしまって。キラブーツ、キラハンマー、もしかしたらさ、多用するかもしれないから保険として持っとくか。メンバーズカード、おお。というか俺5000枚使ったんか。武器やアイテムの値段が2割引きになる。そういうのあるな、いいね。どんどん買い物していきたいね。おみくじ、大吉、とってもお金持ちになれるかも。やった。でもなんか鳴ったよな、この辺にいるんじゃない。ポップコーン売ってる。それは怖いですそれは怖いです。売り切れなんかい、やば。待って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 、多分さ、だよね、やっぱそういうことか。すっげえ今更なんだけど、コイン出てる。ありがてー、ありがとうございます。ねえマリオさん、 HP がアップして本当に強くなったか見てみたいです。今のマリオさんならクリボーくらいハンマーか踏みつけるだけでバトルせずにやっつけられそう。なんだろうね、そういうバンジみたいなマリオストーリーとかさ、ペーパーマリオ RPG だったらあったよね。本当だ、倒せる。おお、めっちゃ出てきよる。さあ、ということで着きました。やってみますか。ちゃんとスキップあるんだね。ほら、綺麗に盛り下がっちゃいましたわ。よし、これで入れるのかな。一応裏とかも見ておきましょうか。いらっしゃいました。よし、では入っていきましょう。うわー、美味しそうなバナナ。ほら、マリオさんの大好きなキノコもありますわ。違う、絵か絵かキノピオさん挟まってな、エレベーターらしき場所に。
とってもお上手。壁の絵と同じ方が描いたんですわね、きっと。これってもしかして兄上を知ってる誰かが描いたってことかしら。じゃ別の方法なのかな。こっちかい。トータは最上階から絶景をぜひお楽しみいただきたかったんですが、体がカクカクで大きな口にいろんな牙が生えた怪物に襲われました。マジか。多分大丈夫、多分大丈夫。これもそうじゃない。よーし、まだいるっぽいな。あ、多分分かった。これじゃないですか。おお、コイン出てくる。え、変えるの？な、変える。じゃあ大盛りの方で。ありがとうございます。2階にレストランがあるんだ。なんか今吹き出しも重なってなかった。凝ってますね。そっか、ちょっとあれだね。ガビッペラをさ集めてこようかなと思ったけど、マジか。これはもう行くしかないやつだ。じゃあ行っちゃうか。しゃあないっすね。ねえマリオさん、エレベーターといえば私やってみたいことがあるんです。どうです、マリオさん。私一度でいいからエレベーターガールをやってみたかったんです。紙テープの帰りは下へ回りますをやりますね。おお、期待してます。怖っ。それは続けるんだ。これでいいのかな。はい、まあいったまあいった。言ってる場合か。
さあ戦闘ですね。うわいっぱいいる。いっぱいいるけど大丈夫じゃね。よーし、ありがとうございます。さあ倒しました。これで回収できる感じかな。でお外にはまだ出られそうにないので進んじゃいましょうか。これ足りるかな。おお、ギリ足りた。よかったよかった。ギリギリでしたね。行きましょう。え、なんだこの部屋は。上に行く階段がスッカスカのスカスカですわ。これは紙っぺらがたくさんいるかも。そんなに集められるかしら。まあ、ちょっといいですか。なんでしょう。そこのレストランで飲食店にあってはならない大惨事が起きようとしています。このままでは恐ろしくてキッチンなんていられません。あ、恐ろしい。これはじゃあ紙っぺらで。じゃあ一旦そっちなのかな。これは関係ないよね。大丈夫だよね。隠しブロック的な。展望レストラン見晴らし、この奥。本日のスペシャルランチ、シェフの気まぐれオムライス。美味しそう。よし、行きますか。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますのでこちらもチェックしてみてください。